クリーンゴン人、クリーンゴン人はアメリカの SF テレビドラマと映画スタートレックシリーズに登場する架空のヒューマノイドが大成人。惑星連邦、ロミュラン星官帝国、カーデシア連邦に隣接し、アルファ、ベータ宇宙域にまたがって広がる星間国家の一つ、クリーンゴン帝国を支配している。帝国には三本の爪をかたどった紋章があり、随所で使われている。 クリンゴン人の正式な名前は、父親の名前の息子、女子であれば、娘、本人の名前と名乗る。シンスタートレックのウォーフを例に取ると、モーグの息子、ウォーフとなる。宇宙大作戦のクリンゴン人は勇猛というより、残虐、狡猾で卑劣な悪役であり、負のイメージが強かった。しかし徐々にイメージが改善され、以下の諸設定が付け加えられた。 クリンゴン人の体は男女とも一般的に大きく、堅牢な骨格と発達した筋肉に覆われている。女性は、チブサの発達も地球人と比べ大きい。肌は浅黒く、男性は必ず髭を生やしている。人間でいうところの思春期を弱たらとい精神が不安定になるとともに、毛髪の伸びが早くなる。また遣が非常に発達しており、額の波状流気が特徴的。 しばしば、額にカブトガニをつけたような、と例えられる。これは、非常に硬く、戦闘時における脳へのダメージを軽減させるため役に立っている。クリンゴンの戦士同士のスキンシップとして、この頭部の隆起をぶつけ合うという行為がある。戦闘種族としての身体特徴は、体内の主要な臓器にも見られる。生命維持に必要な主要臓器は、複数あり。 戦闘中に負傷しても行動し続けることができる。ただし、急症を刺されたりなどした場合、即死ないし、それに近い短時間で死亡することもある。また、意味のない生よりは死を飛ぶ、倫理観を持つために、麻痺、重症患者の治療は行われず、患者自身が死を望むことも多い。また、死体は単なる精神の抜け殻だとして、見向きもしないために、解剖学が発達せず、 詳しい整理は分かっていない。クリンゴンのセックスは、男女両者が激しく興奮し、お互いの暴力衝動をぶつけ合うような、流血を伴う、凄まじいものである。他種族の女性とこれを行った場合、相手が負傷することもある。第十四話、二人のトレスの劇中のセリフによると、女性は、非常に性欲が強い。トスに登場した、クリンゴン人のメイクは、 地球人とあまり変わらないもので、映画、スタートレック以降とは全く違う。この真の原因はもちろん当時の特殊メイク技術の限界とトスの低予算が原因である。第39話、地の近いでは、トスに登場したクリンゴン人と同一人物が TMP 型メイクで現れ、この考えを補強した。DS9 第104話、伝説の軸上では、 この違いが登場人物により語られ、作中世界に実際に存在する違いであることが明らかになった。その原因については、ウォーフが外部のものには明かさないことになっていると語った。オブライエンは遺伝子工学、ベシアはウイルスの突然変異と推測を述べている。2は TMP 型のクリンゴン人が登場し、トス型が23世紀に限られていることが、 明らかになった。そして第91はクリンゴンの苦境と第92は優勢クリンゴンで全ての経緯が明らかになった。それによると地球で開発された優勢人類の DNA は秘密裏に保管されていたのだが遺伝子工学の権威であるエリックスン博士によって盗み出され新たな優勢人類が誕生していた。その事件自体は エンタープライズの活躍によって収束し、新たに作られた有生人類たちは死に絶えた。しかし寸博士の有生人たちが盗んだバード・オブ・プレイの残骸から有生人類の受精卵を発見したクリンゴンは、密かに有生クリンゴンの開発に着手した。だが、予想外に強い遺伝子はクリンゴンの遺伝子に悪影響を与えてしまった。すなわち、学の流気が消滅し、 外観が地球人そっくりになってしまったのだ。そればかりか、精神的にも地球人に近くなり、戦闘に恐怖を感じるようになるなどした。さらに被験者がボディや風に感染してしまい、優勢遺伝子がウイルスとなってしまった。このウイルスは空気感染するため、芝叩く間にクリンゴン全体を襲う脅威となった。当初クリンゴンは感染者を抹殺しようとしたが、 結局それでは完全に防ぐことができず、むしろエンタープライズやフロックスの協力で作成された抗ウイルス剤の使用が最適と判断された。この抗ウイルス剤は命を救うことはできるが変化は止められなかった。その結果100年以上にわたって地球人と外観の似ているクリンゴンが一般的となった。つまり後にオブライエンとベシアが出した水族は両方とも当たっていた。 においては、TMP 型とも、トス型とも異なる外見となっている。クリンゴン人は、好戦的な戦闘種族である。戦うこと自体に意味を見出しており、何のために戦うかということに関心がない。クリンゴン人選手の誰もが名誉の選手で死ぬことを理想としており、良い戦いができそうな時に言う。今日は、死ぬには、良い日だや、ストボコで会おう、という言い回しが存在する。逆に、 今日は死ぬにはあまり良くない日だという言い回しも存在する。そのため戦えない者は生きる資格がないとされ、負傷などで戦えなくなった者は儀礼的な名誉の戦士として自決することが良しとされ、その自殺の儀式専用の探検、考量も存在する。敵を倒すことはもちろん上官の能力がその地位にふさわしくなければ、血統を申し込み、一方的に殺害したり追放することもある。 殺して自分が取って代わることも日常的に行われている。そのため、捕虜になったり病死することは、クリンゴン人として不名誉なことであり、病死や捕虜になると、あの役立たずめが名誉の戦死もできない臆病者、おめおめと生きながらいるクズ、カバネ同然の恥さらし、とうと蔑下げすまれ、たとえそれが父親や先祖、身内であっても、一族の恥として罵倒する。ゆえに捕虜になった。 クリンゴン人は帰国することもできず、収容所などに一生居続ける例もある。TNG 第142話、バースライト前編など、捕虜となった理由は考慮されない。ただし、戦時下で捕虜収容所を脱走した上で敵と戦い続けた場合には不誉れという扱いにはならない。DSQ 第113話、破れざるもの、後編。しかし、 最大の不名誉は裏切りである。名誉を重んじる戦士にとって、裏切りはあってはならないことであり、これが発覚すれば、本人だけでなく一族が、裏切り者の一族の汚名を受け、無別の対象となる。クリンゴン人戦士は、戦闘や、精神修練により、自己を鍛錬し、より高みを目指すことを本文とする。これは名誉の戦士を遂げた者だけがいけると言われている。ストボ、こう。 スとブ陽校に行くことを精神的よりどころうとするためである。クリンゴン戦士は死した戦友を葬る際、その両目を見開かせ、自らの目で覗き込み、天に向かって、おたけびを上げる儀式を行う。これは、今、戦士が行くことを、カーレスに伝える意味を持つ。劇中では、ガウロンを倒したウォーフがこの儀式を行っている。死者の魂は、死者の船、船長は、 コータコターと呼ばれる大船に乗せられて、激流、同様の伝承としては、ギリシア神話のスチュクスや仏教のサンズの川等があるを越え、勇者として死んだ者は、ストボコへ、そうでない者は、フェックラーが支配する、クレトールへ送られる。激流には、怪物が住んでおり、死者の船から飛び降りて、逃げようとした者はこの怪物に食われてしまう。なお、たとえ自身に不名誉がなくとも、 身内の不名誉によって、グレトールへ送られることも、あ、不名誉な死を遂げたものでも、その家族や友人が代わりに戦い、勝利を死者に捧げればストボ公へ行けるようになる。どちらへ行くかの決定は、ベラナトレスの母が死後相当期間が減すぎてから、娘の不名誉のためグレトールへ送られそうになるなど、死後即決ではない。クリンゴンでなくとも、クリンゴンの家族として名誉ある死を遂げた場合、 ストボ校へ行くものとされる。劇中では、ウォーフの妻ジャジア・ダックスをストボ校へ送るためにウォーフ、たちがドミニオンの造船所を破壊する任務に志願し、ストボ校の門を照らす盛大な花火になる。それで、ジャッジアを受け入れてもらえると語った。またダハールマスターコールは、バードオブプレイ・ニンタウの指揮官として、ジェムダーカン十隻を足止めする戦いに赴く際、わしが死んだらお前の妻を探そうと、 ウォーフに言っている。死者の魂を素と母校へ受け入れてもらうための映像も存在し、ウォーフはドミニオンの造船諸破壊に成功した後、これを唱えた。またグレトールには、フェックラーの支配下で50の悪魔が存在し、クリンゴン人はハネムーンの儀式において彼らと対面するとされている。フェックラーは TNG87 は悪魔の契約において姿が描写された。 ヒカードが出したホログラムであるため、クリンゴンの神話におけるフェックラーの正しい姿であるか、どうかは不明。クリンゴンの文化は、名誉を重んじ、虚言や臆病などを良しとしない。情熱的であり、口論、血統は戦争中に、味方同士でも発生する、日常的な出来事であり、命を懸けた血統を挑む際には裏剣で、相手の顔面を殴るなど、攻撃的な特性を持つ。 相手を殴り倒す、あるいは殴り倒される行為は離婚するとき、自分が奪い取った指揮官の座を奪った相手に返すとにも行われる。同じクリンゴン戦士に対しては、おおらかな一面もあり、戦争中酒場で敵味方のクリンゴンが出会ったときには、戦いを忘れともに飲み、騒ぐなどの姿も見せる。建国の祖、カーレスについて学ぶことも重要で、カーレスにまつわる孤児や、 伝説もたくさんあるようで、ウォーフが息子のアレキサンダーによくカーレスの孤児を引き出して教育しようとしていた。戦闘編長の社会風潮には批判的なものもおり、判事であったウォーフの祖父は若者の誰もが戦士になりたがる風潮を苦々しく思う心情を口にしている。なお、トスで登場したクリンゴン人の男性はいずれも名前が K マイナスで始まっていたが、この 伝統は TNG のウ王フ以降なかったことにされている。クリンゴン人の主な娯楽は、鉄の輪を転がしその中心を単やりで狙うゲーム、キャダック、戦闘訓練と精神収容を兼ねた、モックバラという闘技や、バトラフ、戦闘スタイル三章を用いた演舞、修行、歌などが有名である。このかダクタフオタクに突き立てて行う腕相撲なども知られている。敗北すれば、 手の甲を貫かれる。TNG 第100には、クリンゴン帝国の危機、後編に登場が、それらは、主演とは切っても切り離せない性格を持つ。死者を弔う際にも、酒と、歌は欠かせない。DSQ 第157は、今一度、あの勇士をにおいてはこのトブライの歌が、エンディングに用いられている。その一方、茶道毒を飲むや、成人の儀式、成人から、 一定期間を経過したことを祝う、儀式、動作など、儀礼的な性の文化も持つ。バトラフを用いた武術大会があるようで、ウォーフはそこで優勝している。また木原もたしなむ。愛憎や歴史的英雄をストレートに歌い上げるオペラをはじめと、する歌はクリンゴン文化の精髄とも言える存在である。歌は、勝利の歌。 カルハヤへの道の儀式の一つにおいて歌われる歌、ダハールマスターコールに捧げられた名誉ある選手を祝した歌など儀式にも欠かせない。勝利の歌は、バースライト、後編において、天に火がとぼり戦いが始まったと一部の訳が、徳の口から語られ、バダー、吊望から始まる一節がクリンゴンたちによって歌われた。ウオーフはこのクリンゴンのオペラを愛好し、農具に所有する。 音楽ソフトの調整を依頼した。クリンゴン料理は新鮮な素材を使ったものが多く、狩りの獲物をそのまま食卓に投げ出し食することすらある。ガーフ、ガーグ、ガーと呼ばれる大型のミミズに似た生き物に至っては、生きた場が最良とされる。ガーフには五十種類以上あるらしいが、多種族が違いを見抜くのは難しい。ロケグの地のパイなど火を通す料理もある。人間には、 毒性があり食べられないものも多い。レプリケーターでは生き物や毒は生成できないため、クリンゴン料理を振る舞う店は珍しがられ、店主は料理と共にオペラも聴かせてくれる。飲みすぎると、クリンゴン人ですら酔いつぶれるブラッドワインという、極めて強い酒が好まれる。酒にはこの他、クリンゴンファイヤーワインなどがある。クリンゴンのコーヒーであるラクタジーノは、 多くの他種族に親しまれているポピュラーな飲料である。劇中で彼らが使用するクリンゴンゴの発音は戦闘種族らしくアクセントが極端で挨拶の語は日本語に翻訳すると何が欲しいという意味になるなど表現も極端である。士官など教養のあるものは英語も話す。部下に聞かれたくない話をする際に英語を使用する士官も存在する。 クリンゴンは帝国性を敷く、封建的国家であるが、最小を頂点とするクリンゴン最高評議会及び元老院が、政治、軍事に及ぶ帝国の方針のすべてを決める。先の虚言や臆病など、国家や評議会などの名誉を著しく傷つけた者には、制裁が加えられる。しかし、有力な一族に対しては、十分に機能しないことも多々ある。 一応、情報部も存在するが、ロミュランのタルシアや、カーデシアのオブシディアンオーダーと比べると、民族性からか、非常に、小規模なもので、特に組織名もない。最小は最高評議会の評議員から選任される、政治、軍事両面における帝国の最高指導者である。その権限は強大であり、対立する一族の領地の没収などを独断で、決定できるほどである。 任期についての規定はなく、終身在位制である。クリンゴンの民族性から、多くの場合暗殺、決闘の敗北などによる前言者の死亡によって、交代する。またその際、内戦が発生することも、少なくない。表議員は有力な一族から選ばれる。士官学校入学を希望する者に対する承認を、行うなどの権限を有する。クリンゴン帝国は、 地球歴で9世紀頃、独裁者モローを倒した英雄カーレスによって建国された。14世紀頃には、異星人種族、ハーク、ハーキュー、クリンゴンゴで、よそ者の意味の侵略を受け、カーレスの剣が奪われる。2069年から2369年まで、皇帝は空位となり、最小が最高評議会を束ねて、帝国を統治した。地球人と、 初めて接触したのは22世紀であり、2151年に地球人が初めて訪れる。23世紀には惑星連邦と激しい対立状態にあった。劇中では、トス第27はクリンゴン帝国の侵略において初めて登場。その登場した矢先から連邦との和平交渉が決裂し、両国は全面戦争の危機に突入する。が、 神にも等しい超絶的な力を持つオルガニア人の介入により反強制的に和平条約を結ばされ、以後は冷戦状態で小競り合いが続いていた。だが2293年にプラクシスの大爆発により甚大な環境破壊を被り、国力の低下を懸念した時の最初、ゴルコンによって連邦との和平が図られ、ゴルコンは反対派に暗殺されたが、最終的に、 和平協定は成立した映画六作目、スタートレック,シックス未知の世界。その後、両国は平和理に共存していた。2369年、初代皇帝カーレスへの信仰を守る僧侶たちによって、秘密裏にカーレスのクローンが作られた。彼は最終的に皇帝として認められたが、実験は最高評議会と最小が持ち続けている。ドミニオン戦争においては、 ガウロン最小の無謀な作戦によって大きな被害を受け国力が低下したガウロン自身も戦死。セクション31のルーサー・スローンによると復興20年を要する隊であるらしい。ドミニオン戦争終盤、マートク家のウオーフがガウロンの作戦に抗議して決闘で倒しマートク将軍を最小の地位につけた。ウオーフは戦後中黒のス連邦大使に就任した。 エントでは2554年に惑星連邦へ加盟することになっている。三日月型の刀身の内側の子に歯がつき、外側の中央部を握って扱うバトラフ。小説によってはバイコールテルやバトイコールレリューのような発音の場合もあるはカーレスがその紙から作り出したと言われ、クリンゴンの歴史と伝統に根ざした戦士の象徴的な意味を持つ 白兵専用武器である。攻撃に際しては、曲線的な斬撃と直線的な一突に用いることができ、折れた刃の部分を探検のように用いたり投擲するといった使い方も可能である。クリンゴン最高の勲章は、バトラフの名前を冠して、バトラフ勲章と命名されている。このほか、三本の刃を持ち、うち二本が稼働する、ラクタフという探検や湾曲した、メクラフという探検。 スタートレックファーストコンタクトで、防フが防具に対して使用しているを用いる。バトラフとメクラフのいずれが有効な武器であるかについては、長年にわたって論争が続いている。このほか、銀卓という、突くと電撃を放つ槍も使う。白兵戦、艦隊戦を問わず、危険を顧みない勇敢な戦い方をすることが多い。白兵戦の際は携帯用ディスラプターも持つが、 バトラフを用いた近接戦闘を好む。クリンゴン艦艇の多くは中央戦隊の両脇に翼があり、その翼端にワープナセルがある。動力それ自体は惑星連邦の対消滅動力、ロミュランの超積動力とも全く違うエネルギー転換動力であるゆう。主兵装はディスラプターと格子魚雷である。格子魚雷は 惑星連邦の宇宙艦隊も使用しているが、元来は、エントの時代に、クリンゴンで発明された。ロミュラン帝国との同盟関係があった時代に、遮蔽装置の技術を供与され、同盟解消後も、自前で生産、改良している。ロミュランのオーバードと同様に船体が緑色なのは、遮蔽装置を使用するため必要らしい。クリンゴン艦隊には、比較的小型のバードオブプレイ。 小型のブレル級、大型のクボート級と、クルーザー、巡洋艦と呼ばれる重装備の大型戦闘艦が存在するが、ほとんどの艦は遮蔽装置を装備している上に、バード・オブ・プレイの中には、小型のクルーザー以上の大型艦も存在し、両者の区別は曖昧である。艦名の前には、IKS、インペリアル・クリンゴン・シップの略をつけて呼ばれる。世紀には、 D のナ Q とクティンガ Q のバトルクルーザーが登場し、クティンガ Q は TNG 時代まで現役で運用されている宇宙艦隊のエクセルシオール Q も同様。TNG 時代には艦首に大型のディスラプターを装備したボルチャ Q アタッククルーザー攻撃巡洋艦と宇宙艦隊のギャラクシー Q を上回るスケールのネグバー Q オーシップ戦艦型に収益した。ネグバー Q は TNG の最終回で未来のクリンゴン艦として初登場し、その後 d s 9にも登場している。クリンゴン人は快適性を好まないため艦艇は連邦艦と比較して居住性は悪く、艦長や将軍クラスでも金属板剥き出しのベッドを持ち、一般兵士はそのあたりの通路や部屋の床にそのままザ魚ネしてる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。